まずね、眉を描いていくときの、まあ、あのポイントっていうのがあって、全く眉毛がない方、ね、自分の素顔に眉毛がなかったらどこ描いていいかわからんという人のためにね、こういう図を見てもらってレクチャーをしていくわけですけども、ポイントとしては目がありますね。目があります。小鼻、まあ、これこうちょっと下になりましたけど、ここ口角ね、口角、小鼻、口角、大体ですね、口角と目尻のラインを結ぶライン、こういうふうに思っておいてください、はい。昔はね、小鼻と目尻のラインをこう結ぶラインでちょっと長めになったんやけども、今はもうあっさりした眉の方がいいので、まあ、こんな感じで長さとしてね、 眉尻の長さはここまでと思っておくんですね。で、一番のポイントはこの黒目の端上のポイントで、黒目の端上のポイント、ここですね。これをまず一番最初に決めることなんですね。決めたら、眉山から眉尻に向かうラインはこの目尻のラインの平行になるように、ただ単に平行になるようにこう書いてあるだけです、はい。これ1、これ1、これがまずね、あの1つのラインなんです。で、今度2番目のラインは眉山から眉頭に向かうライン、これもね、この目尻のこう目頭のこのカーブね、カーブにまあやや平行になるようにまず1本入れます。え、じゃあ眉の形ってこれ線2本だけじゃないですかと、こうなりますよね、はい。で、ここからポイントとしては、眉頭が3の太さ、そして眉山に向かう太さが2、それから眉尻に向かうラインが1というぐらいの太さの割合っていうのがあって、徐々に徐々にこう眉尻に向かうように細くなってほしいわけなんで、ここからこの眉頭に向かうラインを上に取るか下に取るかによって眉の角度が変わったりしますね。で、まあ、ちょっと今日のところはこのラインをこれぐらいに取っていきましょう、はい。こんな風に、そうすると分かりますか、この 1,2,3 本のラインでほとんど 眉の形っていうのが成り立ってるわけですね。で、そこからこの形をなだらかに丸くするか、丸くっていうのはラウンドっていうんですね、ラウンドで、ストレートっていうのはまっすぐなんです。で、ここをまっすぐすると、こうまっすぐすると眉がはっきりします、こうやって。で、ここをラウンドにすると柔らかくなります。上も同じで、まっすぐする、まっすぐするとこういう形になりますね。こういうのをストレート、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 こういう山で、これを今度ラウンドって言って、ラウンド、ラウンド、ラウンドにすると柔らかい感じになります。こういう感じ で、これをラウンドに上をすればこういう感じになりますね。下もラウンド、まあ、こんな風にして眉の形のデザインというのは、まず大体ですね、線によって 3、4本の線である程度形作られているということなんです。意識的にはこの4本ぐらいのラインで出来上がっていると。眉山の決定をしてから眉尻へ向かう、そして眉頭へ向かう、で、全体のバランスを整える時の4番というところがこの下のラインを取ったりして太さを調整していくと、こういう流れになります。今言ったところのポイントをもうちょっと解説しますね。目があって、小鼻、口角、口角とここですね。で、山から目尻ね、目尻、山から眉頭ね、こうね、こうね、でもほとんどこれできますね。小鼻の延長上ぐらいに眉頭が来るようにするという感じです。これが基本ですね。で、眉頭のここの部分はこれグラデーションしないとダメなんですね。グラデーション、あの張り付いた眉になってる方結構多いですけど、これグラデーション大事なんですよ。ここのグラデーションをじゃあどうするかというと、ここから眉頭がこういうふうにして眉山に向かうように描いていくと、ここが濃くなるので、僕の描き方は眉山から眉頭に向かうようにこういうふうに入れてくださいって言ってます。こういうふうに、で、こういうふうにラインを取っていけば必然にここが薄くなるんですね。で、この 7-8mm は薄くするグラデーションね。それとここのよく眉頭の形がこんな風になってる人いてます。眉頭の上と下が逆転になってる人、通常は眉頭の下から眉頭の上には
こういう感じなんです。こうこれをまっすぐして、まっすぐ垂直にしてからちょっとこういうふうな感じ、こういう形にしておくと自然な感じで眉頭から鼻筋に向かう、これノーズシャドウという場所ね。これノーズシャドウにストンとこう馴染んでいくんですね。でよくね、太いとか細いっていうね、抽象的な言葉で言いますよね。あなたの眉細いよとか太いよってね、これはね人によって太さは違うんですね。人によって目の大きさが違うわけですね。だから目の大きさ、縦幅、ここ縦幅、この縦幅の3分のこうですね、3等分しますね、この縦幅、この3分の2、これぐらいの太さ、3分の2の太さがこの眉頭ぐらいの太さになるようにしておけばいいということなんです。だから意外と目の高さが大きい人は眉が細くなりがちなんですね。わかりますか？で逆に目の高さがあんまり高くない人が眉を太くすると、これがまた重く感じるわけですよね。3分の2の太さで、これもね、だいたい約7ミリから8ミリぐらいの太さ、これはまあ平均ですけどね。でここにも書いてますように、今度はこの眉頭から眉山に向かうここのラインですね、この角度、この角度はあんまりこう高くなりすぎたらこう吊り上がった感じになりますし、低く水平になってもこれが水平すぎても、ちょっと今水平眉とか流行ってるけども、あんまり意識しすぎるともう取ってつけたようなね、トレンドを追うばっかりの眉になってしまいますから、ここは約10度、これね、こっからここ、こっから上上がるライン、これは10度っていう感じです。10度。詳しくはですね、僕がアメブロの方にもね載してますんでね、ちょっと解説してるんで、そっちのアメブロも見てもらいたいんですけど、まあ、この眉のトリミングをするポイントとか、まあ、これもね書いてます。それとかこれトリミングしたら全然違うでしょ、ね、スッキリとしますよね。それからこういう非対称の眉ね、左側の非対称の眉を、対称にするための描き方、まあ、こういうのもね、アメブロの方へね載せてますんで、ぜひね見ておいてください。で今、これ今見てもらってるのが黄金比率の美眉メイクアップ徹底解説、これではもう前に悩まないとね、もうもしかしたらもう皆さん見てくれてるか分かりませんけど、ここにもねちょっとどんどんまだ今追加してまして、これ解説イラストもうどんどんつけてね、結構 いっぱい書いてます。今日は全部話はできませんでしたけども、まあこういうのをねある程度解説をこうですねつけながら記事にしてますんでね、これを見ていただくと結構な、これね非対称のバランスの取り方、これも書いてます。で、このトリミングの仕方もここに書いてますね、まあ、こんなようにして結構ね、いろいろと詳しく書いてますんで、ぜひまた見返しておいてください。ということでこの辺で終わらせていただきますね、どうぞ良い日曜日を過ごしください。ありがとうございます。